こういうレンティア株式会社は、新しいオフィス家具レンタルサービス、オフィススイッチの提供を開始していて、今日その発表会を開催します。働きやすく、働きがいのあるオフィスづくりに取り組みながら、環境負荷の低減にも寄与するサービスだということです。 環境負荷低減という面においてもですねえー購入よりもレンタルの方がお得であるとレンタルの場合はこれを我々回収してまた他のお客様にいあのお貸し出ししますので環境負荷の低減にも寄与できているとこの度にですね提供を開始したオフィススイッチ これはですね、こういうレンティアが得意とする環境負荷低減合わせてですね、付加価値として、社員が快適に業務をこなせるように、あるいは働きやすさや働きがい、こういったものを実現できるサービスでございますコロナ禍の収束後、社員間のコミュニケーション不足や生産性の低下などから、改めてオフィスを コミュニケーションの場所としてです、ね、価値が再認識されオフィス回帰の動ききが見られてきておりますそこでオフィッチはフレキシブにオフィス環境構築を実現するオフィス家具レンタルサービスでございます。今回提供するオフィスウッチでは、企業が抱えるさまざまな課題にフォーカスを当てです、ね、オフィスポットプランを新たに賞金化しました。本プロジェクトへ賛同した背景には、50年の歴史を持つ 弊社横浜支店ビルがからの移転が契機となっています実際に移転から2ヶ月が経ちますが、より良い執務環境を目指す中で、すでにアイテムの入れ替えなど、さまざま実践しております。初期投資を抑えること、臨機応変な依頼への対応はもちろんのこと、環境負荷を低減することができる等サービスは、まさに持続可能な消費と生産を促進するプランであると考えます。 こういうレンティア様がマンションや住宅販売センターこれ向けのレンタルを開始されたのは1996年頃というふうに伺っておりますマンションごとにモデルルームを作るたんびにですねお世話になると いいう形になってございますこういうレンタ様の商品をレンタルすることで、お客様をお迎えするモデルルーム、マンションギャラリーを無駄なく運用することができたのではないかなというふうに思っておりますスマートシティの取り組みを進めてきておりまして、こういうレンタル様には、その取り組みの、まあ、本当に初期からですね、あのご賛同いただきまして、ご支援をいただいていると。まあ、働く環境を変えることによって、業務の効率化につながるですとか、もしくは、 実際に目に見える環境を変えることによって、職員の働き方が変わるとか、そういったところを期待して、ですね、まあ、このお試しができる自治体体験プランというところを導入させていただきましたけれども、まあ、しっかりと実証という形であの評価をしながら、ですね市役所内にスケールしていきたいというふうに考えております。 お客様のの要望がだいぶ変わってきてきますので、まあ、今までの使ってきた素材だけではなくてですね新しい例えば個室ブースだったりファミレスブースだったりあのもしくは、えー、とただ単品のレンタルだけではなくやっぱり丸ごと場所をっていうレンタルも のあの希望もあるので、まあそういったまあパッケージプランなんかがまあ新しい仕組みです。え特に今まではオフィスは仕事をする場所だったんですけど、えこれからはコミュニケーションを図る場所として、今までとは違ったオフィス作りが必要になるというところがまあだいぶ変わってきたというふうに感じております。コミュニケーションの場としても価値が再認識されているオフィス。人が自然に集まったり、集中力を引き出したり、楽しみを共有したり。 オフィスのレイアウトから課題解決に取り組む新しい在り方を見ることができた気がします。